エクストリームイスカマンガー元特殊工作員シリーズ過去編ということで、笠原敦彦さんの絶賛過去編をやってるんですけど、うん、ちょっと分かりづらいと思う。全く分かりづらいだから待ってた待ってた、ああよかった。今回も第2シーズン全然分かんない150件ぐらい来ましたね。分からないです、分からないです。ちょっと慎重に実在する戦争とかをちょっとたどってるというか、ちょっと慎重に扱ったテーマの結果、うん、めちゃくちゃ長引いてしまって、やっぱ確かに今日はじゃあ生徒ということで授業席。ああはい、分かりました。はい、ということで早速、うん、元特殊工作員シリーズの過去編の解説ですね。まずですね、オルターの17年前の話なんですよ、うん、デルタフォースで特殊部隊にいた頃の話。ああ、なるほどね。キーワードがね、こう並んでるんですけど、1、2、3、4、5番の、うん、あるほど。まず、17年前に、ベトリアナイフンというのが起きるんですよ。うん、これはだから、ベトナム戦争とか、うん、ソマリアとか、うん、ソマリアナイフンとかをもじって、ベトリアナイフン。なるほどね。誰がリーダーになるかっていうのを国の中で争って決めているナイフンが起きてるんですよ。うん、それをアメリカ軍が、うん、止めに行くと、うん、自分たちが支援している国のお助けに行くぞと、うん、この戦いを終わらせようと。なるほどね。いやもう やめやめ、うん、そのためにまずベトリアナイフ地帯に2番レッドホークというヘリコプターが警察とか捕虜がいるのを助けに行くとかっていう感じでヘリコプターが出撃します。レッドホークっていう部隊ってこと？レッドホークというヘリコプターの名前です。ああ、あれヘリコプターの名前。そこのヘリコプターにランドーが乗ってました。同じデルタフォースというチームのメンバーです。うーん、このヘリがうーんってこうベトリアナイフ地帯に行くところ、うん、兵隊にRPG というミサイルを撃たれて迎撃されます、うん、そう、僕が撃った思い出があります。流れとビッグジェイが撃ったんですけど、ヘリコプター墜落のことを含めてレッドホークダウンって言います。なるほどね。ブラックホークダウンっていう映画のオマージュとか、それが事件の発端なんです。なるほど。ここまでは難しくないですね。うん、全然。戦争が起きててそれを救出とか偵察に行ったのをヘリが迎撃されて墜落してしまったんです、うん、そうすると何が起きるか、ランドーが捕虜になりますね。うん、捕まってしまいます。それを知ったウォルターはどうしますか。仲間なんで助けに行きますよね、救出。なるほど。ウォルターが救出に行こうとしたところ、バルツ長官とスティンガー大佐、うん、ウォルターの上司ですね、うん、が妨害します、行くなと。身代金の請求とかより戦争が長引いてしまうと、うん、だからもうここで少数の兵士をもう諦めろと。なるほどね。戦争を長引かせる必要ない、お前が行ってもまた犠牲になるだけだと、うん、っていう名目で妨害します。なるほど。ウォルターは諦めません、うん、お前たちはファミリーだっていうぐらいのとこなんで助けに行きます。仲間思いなんでね。ペグっていうね、もともとのまあ戦友ですね、うんうんうん、とケイン、もうすでに引退していたけど、めちゃくちゃすご腕のケイン。そう、あの命狙われてたね、シーズン1で。そうなんです、シーズン1のもう最強の敵というか、うん、そいつケインとペグともう一人、こうシルバー。知ってるよこいつこいつ知ってるよ。シルバーも、うん、第1シリーズで敵として出てきたんですけど。そうだよね。新米兵士として、うん、ウォルターさん僕も連れてってください。あ、仲間なんだ。仲間なんです、うん、で、1、2、3、4、うん、フォーマンセルのうち2人封じた確かに。この4人でランドを助けに行きます。なるほどね。これが救出作戦名がグラークベータ作戦っていう名前なんです。グラークベータ作戦、はい、これは元ネタはモズで出てくるんですけど、うん、グラークアルファ作戦。あ、なるほどね。この時に、4番ソ連軍、うん、実はですね、ベトリアナイフン地帯、うん、支援してる国が現れるんですね、うん、敵国の、うん、それがソ連軍。そのまんまじゃん、マジでソビエトじゃないですか、これ。ああ、そっかそっか、うん、ソビエトとは言ってないです。まあ確かに、17年前はもうソビエトなかったからね。なかったから、そうそうそう、違う名前、架空の国です、うん、レオーネっていうね、これは聞いたことある。初期に活動していたスペツナーズっていうソ連の部隊があるんですけど、うん、特殊部隊、うん、デルタフォースみたいなもんですね、うん、でそれのスペツナーズの隊員として、実はレオーネも含めたソ連軍がこの戦争に介入してました。なるほど。このソ連軍たちが実は捕虜を拘束していたり、うん、実はその拘束していた裏の目的があったんですよ、うん、それが拘束と密造、はいはい、これを何をしていたのかというと、うん、ここにですね、ベトリアナイフ地帯の中に、このね、中に、うん、国の中ですね、うん、ヘロイン工場を作っていたんですよ、うん、これがですね、目的だったんです、ソ連軍の。これまたね、5番目の死神がかかってくるんですけど、はいはいはい、ちょっとまずご説明します。ちょっとややこしくなってきますね。ややこしくなってきます、うん、つまりベトリアナイフ地帯内に
ヘロイン、まあ、覚醒剤ですね、うん、ヘロインというヘロインを作る工場を作って、うん、捕虜たちを働かせていたんですよ、うん、クレヨンしんちゃんの嵐というジャングルでも大人たちが捕まってあのパラダイスキングの絵を描かされていました、ね、ああ、ありましたね、あれもその例で大丈夫ですか？すごい戦争特需って言葉あるじゃないですか、うん、うん、ありますね、儲かりつつ、さらに裏でも儲かってると、なるほど、めちゃくちゃ悪いことしてるんです。ベトリアっていうところが、そのヘロインを、うん、なんていうんですか、よく栽培できる場所みたいなところなんことなんですか？いい質問です、はい、つまり、このベトリア内でなぜ作るかと、うん、それはですね、国連に見つからないから、なるほど、ヘロインが、ヘロイン作ることは禁止されていますけど、うんうん、戦争を隠れ蓑にして、なるほど、隠れ蓑にして国連、世界から見つからない秘密の場所で作り続けていたんです。なるほど、それがずっと続いたベトリアナイフ。ああ、実は裏にはその死神という謎の男がソ連軍に指示を出してヘロインを作り続けるという裏の目的がある戦争のため終わらない戦争になっていた、うん、じゃあもう死神はもうソ連軍より上なんだ。上なんです。って考えると相当すごい組織だね。相当すごい悪いやつ。でかい条約とか結んで、うん、金を何割渡す代わりに、うん、お前らは作り続けろと、うん、作らせ続けろと、うん、でそれの実動部隊がソ連軍のスペツナズだった、うん、スペツナズで、こいつらがその捕虜、牢屋にいますね、ランドの捕虜、うんうんうん、この捕虜たちが実は死神という男は、うん、実は正体はと話すんですよ、ランドに。なるほど。それが、ここなんですよ。あら、捕虜が言いました、うん、死神という男は、バルツ長官なんだと。あら、それを知ってたんだね、捕虜は。そう、スペツナズの誰かも漏らしてるんですよね、うん、こいつらもなんか、くっちゃべってましたね、うん、バルツ長官だったと。これは大変なことですよ。大変なことが起きてるんです、うん、バルツ長官は、まあ一声で全部中止できる男なんですけど、うん、終わらせずずっと戦う、戦争終わらない、うん、戦争を起こして、うんうん、その裏でヘロインを作って、それで儲かってる。なるほど。極悪人なんです。この戦争はヘロインを作るための戦争なわけだ。そうなんです。なるほど。じゃあ、ウォルターに、あのバルツ長官が戦争が長引くだろう、やめろって言ったのは、はい、もう本当は、そもそも長引くだろうって止めたいわけじゃなくて、見つかりたくないから妨害してたってことですね、ヘロインが。だから妨害してたんですよ。なるほど。ウォルターが勘が鋭いのをもうバルツも知ってます。うん、でこれをもういいんだと、うん、助けに行くんじゃないと。そう、助けに行ってもしランドーとか捕虜が誰か帰ってきたら、うん、バレますよね、バルツが仕組んでいたことが。はいはいはい。それを妨害していただけだったんですよ。あ、このレッドホークダウンという事故も、うん、捕虜を追加するためだけの作業だったんですよ。なるほどね。これはですね、これセリフであるんですけど、お前は次の働く駒になったり過ぎないみたいな。なるほど。生きてアメリカとかに帰ることなく殺すっていうことなんだ。そうです、うん、もう、もうずっと要は働き手を、うん、もう戦争なんでそこもうやむやできるわけです。なるほど。どっかへ引っかへ違う駒をどんどん手に入れて、でずっとヘロインを使い続ける。なるほどね。カプルなんか全然ひどいな戦争起こしてんだもんだって。そうなんですよ。じゃあその捕虜の中にはベトリア人とかもいるわけ？もちろん。なるほどね。で、国内のまず民兵とかを使って、うん、生産していたんですけど、うん、やっぱそのどんどん人手も足りなくなってくるんですね。なるほどね。なので戦争が長引く、米軍、うん、まあ、ソ連軍はまあ支持して実行させてるんで、まあだから直接働きはしないですよね。そうなんです。これが、まあ、言ったらベトリアナイフ地帯、今回の過去編の全てなんですけど、うん、まあ、要はバルツがやべえやつだよっていうのを、うん、描きたい話なんです。ここ辺に入る直前に、うん、スペンサーという悪の組織が出てきて、ありました。それのリーダーになったじゃないですか、バルツ長官。シルバも所属してましたよね。シルバも所属してましたよね。そもそもバルツはシルバにあのチームに入って戦争を本当に助けようとしたらお前殺してこいと。なるほど。だから密偵なんですよ。なるほど。スパイ、スパイ。シルバーは最初から悪いやつなんだ。じゃあそうなんです。シルバーはコビーみたいな演技をする CP9 ですね、うん、ロブルッチです、うん、こいつは。ロブルッチなんだ。はい、イム様。いや、そういうレベルだよね、多分。17年前戦争を起こせたのに、17年後しかもこのヘロインで金儲けもしてて、はい、どんだけヤバい組織なんだっていう話だよね。そうなんですよ、うん、いろんな世界でそういう悪事を今行ってますから、うん、とんでもない額。とんでもないよね。とんでもないです、本当に。こいつのヤバさを出すっていうための下準備として、うん、いろんなことをちまちまやってたっていう。いや、よかった。この解説がなかったら何も分からんかった、まあ、あとはまあ大事な人物としてちゃんと名前載ってるんですけど、スティーンが。確かに。こいつが迎えに行くってウォルターたちに約束してるんですけど、うん、果たして本当に迎えに来るのかどうか。
こいつも裏切ったら大変なことになる。でも腐りすぎてる。あと気になるのが、はい、なんでケインがウォルターを恨んでるかなんですよ。あー、そこの謎ですね。ね、あれ、お、追加である。わざわざ印刷してきました。おケインの伏線、うん、ケインは奥さんが、あ、いましたね。でウォルターはある約束をしました、うん、お前の家族は絶対に巻き込まない。いや、もうフラグでしかない。バルチ長官の組織に睨まれた可能性はあるからね。ケインはそのバルチ長官がその死神っていうのを知ってますから、はい、ここをね、もうどう描くか、そこだけ。確かに。あと本当この構造を考えるために、うん、この世界を起こした戦争とか全部知った。全部知らない。全部知った。アヘン戦争とか全部知った。そう考えてくるといろいろ見えるものがあります、ね。そうなんです、うん。ちなみに、ジョン・ランボーのオマージュ、ランドですね。ああ。で、このスティンガー大佐、うん、こいつのいいやつか悪いやつの正体のヒントを言うと、うん、ランボーシリーズのトラウトマン大佐です。なるほど。これを言うとランボー知ってる人は、ああ、じゃあもうあいつや、もうネタバレなんだ半分。どっちなんだろう。こいつは大事なキャラです。今ああ、確かに大事そうだな、はい。今回解説はこんな感じですけど、今何が起こってるのかってだけに注視して話を。いや、よかった、うん。だいぶ分かったよ。どういうなんかその戦争をオマージュしたのかっていうのがなんかちょっと見えてきましたよ。ああ、よかったです。うん、また何か分かんないよってなったら、はい、やりますので。お願いします。はい、お前たちファミリーになる。